はい、池尾寺チャンネルフォルタスタイルロック福田のやだけ魂セブンバレルで約2週間の超ロングパワーリザーブ、同じセラミックケースでもじっと見ると違うみたいなね。いやーでもこのジェムセッティングが本当綺麗ですね。うん、いいと思う。この白のストラップのウブロが出ると、あ、夏が来たなみたいなね。と10日巻きの、あ、デイズなんですね。そうそう、デイズで、でこれがだんだんまあ減っていくわけですよ。爽やか、いいよね。いやこれはね、悩ましい、どれにするか。中に入ってるのがさっき僕が熱弁していたメカ店、はい、ね、ここありますね、教えていただいたの、うん。今日ははい、ウブロ伊勢丹新宿ブティックにお邪魔しております。初めてだね、ここ来るとね。ねえ、でね、なんかね、2月にね、このだから2024年の2月にリニューアルオープンをして、前のね倍ぐらいに広くなったということで、はい、うん、で、あの直営ブティックで今回ね、ウォッチズ&アンダーズで残念ながらウブロあのちゃんとね取材ができなかったんで、あら、まあ、無理を言いまして、はい、今日新作を集めていただきました。で、とっておきのものもあるんだよ、うん、ということで、 あれとかあれとか、そう、楽しみにしててください。で、じゃあ早速見に行きます。よし、はい、というわけでウブロの最新作、いや、ちょっとお久しぶりですもんね。ね、ウブロ嬉しい、すごい。お名前を間違えないようにもう今日はアンチョコがあります、はい、まずこちら、これね、急にご用意ができたということで、なんかすごいモデルじゃないですか。そうなの、名前を言いますとビッグバン MP11 14 Day ウォーターブルーサファイア14、うん、14日巻き。あ、でこれね、あの MP11 って、まあ、時計好きはもうよく知ってるようにここに7つ香箱がこう縦に並んでいて、要するにセブンバレルで約2週間の超ロングパワーリザーブというだから、あのウーローマ代表する超絶ムーブメントと言っていいのかな。で、特徴がね、そのバレルがあるからこうなってるよね、うんうん、でそれをさ、サファイアクリスタルでさ、うん、こう作り込んでるのがすごいねっていうのが、まあ、見どころなんだけど、うんうん、それを、まあ、このなんていうのかな、アイスブルーとでもいうか、うん、美しいブルーで仕上げている。名前ウォーターブルーサファイアでしたっけ。そうそうそう、そうか、なんかで裏側も綺麗なのよ。あ、すごいみずみずしいですね。そうそう、だからね、このね MP11 ってね、なかなかね、その実機を見るチャンスがないんで、うん、こうやって見られると私は嬉しい、ね、なんかやっぱウブロだなって感じしますよね。そうそう、そのね、サファイアクリスタルをね、その絶妙の色にするのはとても難しいと聞いております。これちなみにケース系はいかほどですか。これはね45、5、うん、清涼感たっぷり。いやでもこの7つ入ってる香箱すごいですね、うん、でウブロのビッグバンはね、そのなんだろう、まあ今45って言ったけど、その数字以上にね、うん、なんていうのかな、存在感があるんでね、そう、迫力があってよろしいと思います、はい、いやー、はい、はい、さて次行きましょうかね、はい、そうね、はい、サクサクサクっといかないと時間が足りない。そう、まだいっぱいあるんで、ね、これね、僕大好きなモデルイエロー、はい、ビッグバンウニコイエローマジック、はい、でこれイエローマジックってそのまああの黄色の、このセラミック、これ自体はね2021年に、黄色はデビューしているんですが、まあ今回それがあのケース系が、前回42だったのかな、それが44に、お、ちょっとサイズアップしたんですね。サイズアップして本当にね、この色出しがすごい、本当になんだろうね、凡庸だけどすごいよ、セラミックですもんね。そうそう、でね、これね、僕ね ちゃんとまだきちっと調べられてないんでなんかあれなんだけど、そのセラミックをこう成形するにあたって、うん、まあ、大きく手法が、うん、まあ、インジェクション、こうあの 噴射する方法と、うんうん、あと、まあ、切削の2種類をね、あのウブロは使い分けてるそうで、ほうっていうのはそのね、あの色によってね、その、うん、なんていうのかな、配合も違うし、うん、
高度というか、はいはい、そういったことも違うんで、その性質によって分けているそうで、なるほどね。でもこのイエローとかではね、オレンジとか、あ、そこら辺はね、その切削だそうです。なるほど。でよく見せてもらうとね、本当にこのエッジの部分がね、ちょっと仕上げがね、切削の方がなんかシャープっぽかったりするわけ。はあ、ははあ、まあそうでしょうね。そうそう、だからね、そこら辺もね、なんだろうな、同じセラミックケースでもなんかこう、うん、じっと見ると違うみたいなね、また一つその深い沼があることが分かってしまいました。それかなりマニアックな沼があるんですね。はいはい、そうなんです。いや、この鮮やかな、ね、セラミック出せるのがもともとすごいと思ったんですけど、 そんな今日2つ方法があるというのは。しかもあれだからね、セラミックのね、その開発を、うん、あの自社がやってるということでね。あ、自社開発なんだ。すごいのよ、うん、本当になんかあの、まあ、素材にかける熱意というか。で、これももちろんそういうことで生まれている、はい、いうものです。はい、でこれがですね、スクエア版ウニコキングゴールドレイン、眩しい。これレインボーね、そうだ、だから2018年か、あのホッシーと一緒にあのジュネーブに取材に行った時にレインボー見せてもらって、うん、2人で盛り上がってたんだけれども、そう、毎年のように出てるけどやっぱりいいよね。ウブロのレインボー綺麗なんですよね。すごい、なんかね、こうね、こんなつけてたらいいよね。アラゴージャス、ちょっとただものじゃない感がでもね、女性がつけてると素敵だと思うよ。これはでもつけてらっしゃる女性の方いたら、私3度見ぐらいしますね。3度見ぐらいされる立場になるっていうのは、それはぜひちょっと買ってみるみたいな。 なるほど、はい、とあの大蔵省と相談しますいやー、でもこのジェムセッティングが本当綺麗ですね。うん、いいと思う。またそのスクエア版っていうのがね、僕結構好きなんだな、その正方形のね、はいはい、ムーブメントもこれ、それはウニコ、ね、あ、ウニコか、うんうんうん、いいですね、はいはい。で、次のこちら、はい、これがね、スピリットオブビッグバンカーボンホワイトという名前で、ほほほ、実はね、日本限定100本という、あ、ぽいお色だなと思ったらそうだったんですね。そうそうそう。で、これほらの、うんうん、この、フォージドカーボンっていうのかな、単独その白いマテリアルがこう練り込んであって、うん、だから一つ一つ表情が違うわけだけど、本当になんていうのかな、これ大理石のような感じで良いのですよ。で、あのウーロはもうだいぶ前からだよな、その日本限定でこの、まあ、夏の時期になると、うん、まあ、必ずと言っていいほどその白のストラップのモデルを、ずっと出しているんだけど、うんうん、本当にね良いのよ。で、なんかあの日本人白のストラップが好きだっていうんだけど、まあ、僕も好きなんだけど、本当にね、なんかだから変な話、この白のストラップのウブロが出ると、あ、夏が来たなみたいなね僕なんかそういうふうに思ってしまうんだけども風物詩的な。そうそうそう、はい、いやでも軽いですね、やっぱね、カーボンね。これね、きっと世界に一つしかない模様なんですよね。そうそうなんだ、そうなんだ、それぞれ個体差が、うん、これいい感じですね、これね。そう、はい、で、このトレーのラスト、はい、そして最後がですね、これビッグバンメカテンキングゴールドブルー。これメカテンってね、僕すごく好きなあのムーブメントなんだけれども、うん、まあ約、10日巻きあ、だからテン、そうそうそう、はい、でね、あの手巻きなのよ。おお、あ、いいですね。でね、このメカテンのね、まあ、大きな見どころ、はい、これね、611にこう数字があるでしょ。ありますね。これが要するにあの 10日巻きの、あ、デイズなんですね。そうそう、デイズで、でこれがだんだんまあ減っていくわけですよ手巻きだからさ、はいはいはい。で、減ってって最後の3日になると、うん、どうなるんですか。ここのね、31のところのこの窓にね、うん、あの赤いマークが出る。あ、だから要するにパワーリザーブがね、6日と3日と2つあってそれをこの12日のこのほらこう横にこうギザギザになってる、うん、
はいはいはい、これはあの、まあ、ラック&ピニオン機構っていうんだけども、はいはい、それで連動させてるっていうね。だからその2つのパワーリザーブ機構がこの上のメカメカしたところで連動してるよっていうのがとても素敵で、あ、なんかちょっと聞いてほしくなりました。そうそう、でこう裏もいいでしょう。いいですね。そうそう、だからその自動巻きじゃない手巻きだからこそのこう全部見える感じとかね、うん、すごくいいな。メカテンってさ、だからまるちゃん見たことあると思うんだけど、そのブティックに行くとさ、あのこう大きな置き時計があるの知ってる？あー、泡グラスさんとか。そうそうそう、はいはい、あれがねメカテンをだから約5倍ぐらいに大きくしたやつなの。あ、そうなんですね。でそっくり大きくしたんだけど、うん、あれもねだから約10日巻きぐらいでちゃんと動くっていうね、だから非常によくできた機械なの。あ、なるほどね、うん、だから僕はねこのメカテンがとても好きで、うんうんうん、というモデルです、いいでしょう。あの、でもすごいパワーリザーブのこの連動よく考えましたね。そうそう、でこのキングホールドっていうのは、まあ、よく知ってると思うけど、うん、まあ、ウブロ独自の、オリジナルのゴールド、あのプラチナが入っているので、あの色があんまりあせないと。でややねその赤みが強いのが、うん、まあ、魅力のポイント。シックなゴールドですね、うん、はい、わあ、クラシックフュージョン、これかわいいサイズ。そうで今日はね、まるちゃんがいるんで、で、はい、リースモーということで、はい、でこれがね、本当にね、あの届きたてのもあったりとかするんだけど、うん、ポイントはね、今まで、まあ、33ミリだったのが、はい、29ミリにサイズダウンしました。だからなんていうのかね、まあ、よりフェミニンというのかな、うんうんうん、でお名前はクラシックフュージョンチタニウムホワイトダイヤモンドという名前の通りに、まあ、ダイヤセッティングが見どころ。はい、この子なんかフルパベですね。そう、あの、まあ、じっくりお手に取ってご覧になってください。はい、わー、じゃあ代表して、はいはい、失礼します。わー、良いよねこれ、サイズがね。これはまた新たなファンが。そうそう、だから33ミリももちろん良いんだけど、かわいいこれね、素敵。全部で何色あるんだろうね。どれも素敵ですね。5色です。え、カラフル。どうです？うん、いいいいいい。じゃあ、ほんとさ、今日のワンピースぴったりだね。これちょっと連れて帰りたいぐらいね。この子がさっき噂を聞いたほやほやのやつですね。そう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 、なんか昨日届いたばっかりよみたいな。日本先行発売モデル、うん、はい、だそうです。爽やか。 いいよね。いや、これはね、悩ましい、どれにするか。はい、はい、うーん、ありがとうございます、嬉しいな。まあ、後で撮影終わった後でもじっくりじっくり、はい、はい、ついに超大物が。そうなの、はい、今日の主役と言ってもいいかもしれません、うん、これがだからさっき言ってたとっておきのやつ。はい、これはね、アーシャムドロップレット。まあ、最近あのね、リリースが来てみんなおおってなってると思うんだけれども、ね、まさか実機が見られるなんて。僕もね、実はね、だからあの初めて見るからあんまり偉そうなことは言えないんだけど知ってる限りのことをお話しはい、お願いします。ま、あの世界限定99本で、なんかね、あの今日まで東京にあるっていうんで慌てて、はい、あのギリギリじゃないですか。取材をさせて、はい、無理を言って取材をさせていただいているんですけれども、うんうん、あのアーシャムドロップレットという名前、あのダニエル・アーシャムっていう、まあ、アメリカ の, あの現代美術のアーティスト、うん、で、あのほらウーロってさ、サンブルー、とか、はいはい、あのオーリンスキーとかって、うん、まあ、その芸術家とのコラボレーションがあのいくつかあって、まあ、村上隆とかもそうだけれども、ありますね、うん、まあ、それのね、あの、まあ、最新作って言っていいのかな。でこれあのドロップレットって、まあ、あるじゃん、これ英語できるからあれだけど、雫型っていう意味よ。あ、で本当だ。なんかね、アイスランドを旅行した時になんかその雫を、うんうん、こうなんかインそう、うん、っていうことで雫型をしていますっていうこと でさっき持ってびっくりしたんだけど、うんうん、この雫型ってさ、うん、こう見るときにすごくね、手に馴染む。ちょっと持ってみて。これポケットウォッチってことですよね。そう、あのね、これがね、今基本形がポケットウォッチになっていて、うんうん、
じゃーん。そのチェーンの部分を変えると、はい、まあ、ペンダントになる、でこれが、はい、あの置き時計テーブルクロックになるよっていうスリーウェイで使えるというもので、すごい。このチェーンもそうなんだけど、この内部 の、 その、はい、まあ、ケース本体部分、はい、これはあのチタニウム、あ、非常に軽い、だから軽いんですね。でチタニウムで、まあ、こうラバーをかませて、うん、でサファイアクリスタルでって、はい、まあ、まさにその、ウブルの、はい、アートオブフュージョンを、はい、体現した作りになっております。で中に入ってるのがさっき僕が熱弁していたメカテン、はい、ね、ここありますね、教えていただいたの、うん、でその、ね、グリーンがまあ非常に印象的なんだけれども、うん、そのグリーンがね、そのアーシャムの、まあ、シグニチャーカラー、アーシャムさんカラーなんだ。そうそうそうなんですね。このチェーンもめちゃくちゃ可愛いというか、かっこいいですよね。でまあね、そのサンブルームオリンスキーもそうなんだけれども、うん、あの僕はだから、そのウブロのこの、まあ、アーティストシリーズって言っちゃっていいんだろうな、うん、がすごいなと思うのは、要するにそのアーティストの作品そのものなわけじゃない、うん、ね、そうですね。でその現代アートをね、あの、なんだろう、実際に買って、うん、アマツ在庫を身につけて、毎日身につけてられるってさ、いや、私服ですよね。そうでしょ、すごいことじゃない、はい、でこれなんかもさ、まあ、あの懐中時計、まあ、ポケットウォッチだけど、うんうんうん、買えたら欲しいよね。欲しい。これいつ日本に入ってくるんだろう、うん、ね、あの商品ね。でもね、99本しかないから、ね、ああ、そうですね、割り当てが、うん、これはめてみてもいいですか、こっち。やってみて、やってみて、できるかな。お、あ、そうで、なんかこれがね、要するにそのレンズの役割をしてあ、拡大鏡で大きくクロックとして使えるんだ、うん、こういうその、腕時計が、まあ、あの置き時計にもなりますよみたいな、うん、そのギミックのあるモデルって今までにも、いくつかあったんだけど、そうですね、うん、割とね、なんだろう、自動巻きで、うん、まあ、40時間とか50時間のパワーリザーブのものをさ、ここに置いといてもっていうのって、うん、いつ止まっちゃうのってあるじゃない、ね、現実的な話として。メカテンだから、10日間、そう、はい、しかも手巻きだから、いやー、それはすごいなと思って、はい、だから本当にこのままデスククロックとしてさ、うん、置いといてもいいよね、うん、こんなのがここにあってさ、家でこう仕事とかしてたら、はい、かっこいい、ウキウキしちゃうよね、はい、これ人体工学でね、この形になってるってさっき教えていただきましたよね。そう、だから人間工学的に非常に持ちやすくなってるっていうのは、これはすごいなと思って、うんうん、そう、だから本当にね、まあ、さっきみたいにこう非常に持ちやすいし、グリップがしっかりしてますね。そう、うん、なんでこの形なのかなっていうのがね、持ってみると分かるという、うん、うん、後ろのロゴもかっこいい。そう、アーシャムさんのマークがついてます、うん、というわけで、こんな貴重なものを今日は動画でご紹介できたのがとても僕は嬉しい。私もです、はいはい、ね、うん、今日はもうスーパースペシャルすぎて私1本選べないのでご容赦ください。で、ね、僕本当あのウブロ好きなモデルばっかりなんだけれども、今日はね、本当に僕も初めて見ましたけど、これね、ご紹介できるとは思わなかったんで、いや、本当に今日の動画はね、あの僕自身何度も繰り返してみたいなと、ね、いうことで、はい、まあ、こういうね、あの貴重な機会を、くださったウブロさんに本当に感謝、感謝です、あ、感謝です、ありがとうございますということで、また皆さん見てくださいね。じゃあねー、じゃあねー、じゃあ